車研究所カーナックサービスでコペンが全てターボ車にびっくり。カメラ担当伊予明とエクスプレイもいいなって心迷わされている矢野です。よろしくお願いします。さあ矢野ちゃん、今日は矢野ちゃんのコペンですね。これは、いえ違います。あ、コペン、そうですね、矢野ちゃんのコペンは黒だったからちょっとこれ色が違うだけですね。違います、全然違います。何が違うんです。コペンはコペンなんですけれども、はい、コペン4シリーズあって、はい、セロ、ローブ、エクスプレイ、はい、GR スポーツとからのエクスプレイです。からのエクスプレイです。からのこれ予想決定じゃないですか。そういう風に丸投げする形ですね。はい、説明しておきましょう。今回のこのエクスプレイ、これは新しいジャンルを開くエクスプレイとして存在して、躍動感あふれるローブ、あとまん丸の下地見やすいセロ、そして矢野ちゃんが購入した機能美あふれる GR スポーツ、はい、この4つのデザインでコペンが展開している形ですね。はい、で今回こちらのエクスプレイをご紹介していただけると。そうなんでしょう。おすすめ箇所として、はい、矢野ちゃんがお伝えしたいのは何箇所ございますか。はい、3つです。からのプラス1個。お、ありがとうございます。増えたんですね、はい、4つになりました。はい、で早速エクスプレイならではのお話をしていきましょうか、はい、それでは早速外装編でいいところお伝えしていきたいと思います。いきましょう。皆さん見てください、このブロック状の作りのありますね、黒い両側からこうボディをガシッと掴んで、はい、掴んでる感じ、はい、いいですねこれ。ここら辺が車としてのデザインをめっちゃいいなって考えさせられる部分ですよね、はい、うーん、確かにエクスプレイならではの形ですね、うん、フェンダートランクフードに多面体のブロックがボディに噛み合わさる印象とし、グリルなども多角形にと、うん、確かにこのカクカクはですね、うん、今はなきネキと思わせる感じですね。ボネットのとこ、あの作り的なゴツゴツゴツっとしてる感じがネキッドだなと、うん、はい、でこのエクスプレイ、やっぱりフロント部分から、はい、もう全然作りが違う。全然違いますね、やっぱり、うん、まずこの1箇所がデザインとしての魅力。2箇所目、はい、2箇所目はやっぱりこのタイヤ、はい、タイヤはサイズは16550R の16インチ、はい、おー、16なんですね、はい、これは4つのグレードとも全部16でしたよね、確か、はい、ただ違いはダイハツの純正の、はい、そうですね、これはエクスプレイ専用のデザインということです ね、風車みたいな感じですね、うん、確かにローブとセロはなんかもっと違った感じでしたね。でタイヤのデザインとまたボディのデザインがすごいマッチしてるっていうのを聞いて、うん、改めておーっていう風に感心しておすすめの2個目に入れさせていただきました。ありがとうございます、はい、さらに、はい、タイヤがブリヂストンの、書いてますよ、POTEMZA っていう、はい、なんと読むですかね、一般的に。ポット違う、ピットポッ、ポッテンザ、ポッテンザ、ポッポッポッテンザ、ポッテンザですよね。あ、ポッテンザ、はい、ポッテンザですね、はい、ブリヂストンのポッテンザっていうタイヤがついてると最初から、いいですね、これぜひ皆さんネットで調べていただきたいですね。ポッテンザというタイヤですねっていうのが、はい、あのもう新車からの指定のタイヤ、そうですね、になるっていう、やっぱり走りが重要になってくるので、うん、高いグリップ力、舵の効き、応答性の良さとか、あとはまあ乗り心地ですね、そこ踏まえたらやっぱこのポテンザじゃないとダメだと思うんですよ。ヤノちゃん、ポテンザじゃなくてですよ、ポテンザじゃないとポテンザ、あ、はい、新車からいいタイヤがお付きになるんですよね、はい、コペン様はもしよければですね、皆さんポテンザに書き換えてもらえればタイヤあると思います。ポテンザ、ポテンザ、はぁ、ということでまず3つ目、はい、ありがとうございます。4つ目が4つ目、はい、電気系統です。お、なるほど、 LED 標準なんですよ、ヘッドライト。おー、そうなんですね、まあ、最初から、うん、まあ、珍しくもないじゃないですか、はい、今そうですね、 LED、はい、それが後ろのブレーキ球も LED 仕様なんですよ。おー、いいですね、これはもう最初から LED で、そうです、これはいいですね。じゃあとはまた LED じゃないところ、まあ、ナンバー等とかそういったところを LED にしていけばまた楽しみが増えると、ね、ウィンカー球とかストップランプもテールも LED だし、そうなんです、これはいいですね、うん、ウィンカーは違うノーマル、ノーマル、はい、このウィンカーで言ったらあれですもんね、バック系もそうなんですけどね、あのエマージェンシーストップシグナルというのがあって、うん、60キロ以上で走行中に強くブレーキをグッて踏んだ時に、はい、何かしら危ないんだと思ってハザードランプをつけた、おー、うん、ピピピピって急ブレーキを運転手さんが踏んだら、うん、もう勝手にハザードピッ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 ピってしてくれ、何かしらありますよというのを後続車に注意を促すという、まあ、でも緊急時、はい、実際私も経験あるんですけど、はい、
ハザードをたくっていう部分がポンって飛んだり、たかなきゃってなるとハザードランプのボタン位置が押す習慣ないから困りますよね、はいはい、ハザードをたくってよ矢野ちゃん言うので、確かに聞きますけども、ハザードをたくて、うん、そのたくてどこから来てるんだろうと。これはもう施設関係なく自分の中で、はいはい、タグっていうイメージが、はい、緊急信号機器ってなかった時に、はい、SOS を発信するって言って、はい、火炊いて、あ、のろし的な感じですね。のろし的なものでタグ。あ、そっか、矢野ちゃんその時代ですもんね。それ経験してるメンバーはやっぱハザードタグになるけれども、あともう一つは発煙筒。発煙筒炊きましたって言うかな、いう方がいらっしゃいましたら、もっとごめんなさいになるんですけれども、確かにのろしと関してはそうそうそう、確かにタクってなりますけれども、うん、でもこれを見てたら、はい、矢野用語が分かってくれるかなと思いますね。いや、分かりたくもないので最後カラーの説明を。これがコペンの専用の赤色を使ってます。はい、そのお名前は。これがもうずっと何回もカタログ読んで覚えたはずなんですけど、はい、出てこないんです。じゃあもう5回目なんですよこれ。そうなんですよ、はい、マタドールレッドパールですか。それマタドール、さっき矢野ちゃんはそれはホッパーのレッドと間違ってて、うん、そう、それがマタドールがどうしても日頃使わない用語じゃないですか。うん、でどうしてもそれが出なくて、はい、うん、で、まあ、いいところ、はい、4つ、ご紹介させていただきました。ありがとうございます。よろしいんですか？はい。エクスプレイ専用色のご説明しなくて飛ばしますけど、じゃんじゃん。はい。カラーが展開色ですね。はい。逆にセロ専用としては何でしたか？セロ専用としてはシルバー。ブリティッシュグリーンマイカですね。がセロ専用の色としてはあのグリーンのやつですね。はい。矢野ちゃんが今言いたかったのはですね、はい、内色。リキッドシルバーメタリックが逆にエクスプレイには使えないと。その代わりに、ね、じゃあこれあげるよって言って作られた色は何でしたっけ？黄土色ね。お、正解正解。オフビートカーキメタリックが代わりにあるという形ですね。はい。いいお車ですね、エクスプレイも。じゃあ今回コペンのエクスプレイの外装の紹介でした。実写見るとめちゃめちゃかっこいいお車で、はい、ますますコペンが大好きになったようです。ありがとうございます、うん、ということで外装編以上になります。今回の動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価、さらにコメントいただけると大変励みになりますのでよろしくお願いします。では次の紹介は内装編になるかと思いますので、またお会いしましょう。またね。